こんにちは、こんばんは、ゲームドームでイコです。サッカークラブ育成シミュレーションプチョビットは始めていきましょう。ということで今回は練習試合やっていきます。バロです。おいおい、先制点奪われてしまった。今あっさりすぎる。幸子がもうゴール前持っていってしっかり決めました。早くも同点。これなんでバロンなんだろうとか。ちはお、ねじめ超えた。なかなか強敵ですよ。課題も増えてます。お、縦パス、ユーナ。残念。なんかどんどん劇が飛んでますね。ちょっと足りないか。いや、あーっとポストに切られた。課題が増えていきます。課題が増えるようがいいかもな、この回のサブタイトルは。ファールです。いただけない。はるか横飛び。全然なんか課題が増えるあのスクリーンショットを作ってないよね。おっと、なんで不用意すぎる。不用意すぎるっていうか、すぎる。噛み合ってないね。アイシャータイム1分。もうほとんど時間がない。取りまして、これで終わりでしょう。どうしたものか。いきなり先制点を奪われてしまいます。すぐに同点に追いつきます。
調べます。この遥かな横飛び、最後のチャンスでしたが、あーボールがうまいこといけ、いきません。蹴り足がっていった方がいいのか。圧倒的なボール支配率を得ながら強肩に終わってしまいました。さあ獲得できるか。値段5位。はるかかな。はるかの登録ポジションは、そっか、なんかゴールキックか。一方でフォワード2人もいるかなっていうのはあるんですけどね。まあディフェンダーが10人ですね。ちょっとディフェンダーが1人多い。サクラをミッドフィルダーに変更させます。エルドアどうしよう。すごいトリプル超攻撃型チームですね、おそらく。プレイエルダード欧州か。さくらのワーチームデビュー戦です。うまい、これはうまい。おお、うまい。くるみ叩き込んだ。先生。マドカの逆サイド、これはうまかった。やっぱり攻撃型チームなんで対応できないんですかね、エルドアド欧州。つまり戦い方に対しての、対応をする必要があるってことじゃないかな。こうなると怖い。エルドアド欧州。危ない、危ない。お、また取られてしまいます。ファールです。おっと。バイロン、キビキ出ない。命拾いしました。センタリング、ブーン。
横跳びですね。まだ取ってるのはいい流れ。くるみ2点。オフサイドか。出てました。お、ふわっと飛びました。これはうまい。うん、ここら辺はいい流れを作ってる。そう、ボールがくるみに渡ります。反対側、節子。ファールじゃない。おっと、しかし、その直後、くるみが決めました。もしかしたら、笛鳴ってたけど、アドバンテージで、笛鳴らさなかったかもしれません。しっかり、くるみ2点目を決めました。もうほとんど時間はない。試合終了。2対0で、練習試合勝利しました。すごいですね。運営総力も大したもの。総力大事ですね、このゲームは。強く引き回せるって感じですね。終了直前、緑、これは防がれますが、ここにくるみが突っ込んできていた。ボール突き刺さります。いいですね。ということで2対0で勝利です。誰、スワッチさん、メイトか。メイト10個追加ということで、ウェイトイカーの特攻をしたいところ。ということで 1.5 倍の効果アップをいただきました。ことなってる。オプションプレイ、オプションプレイいいですね。お月ライブ能力落ちたんじゃない。
人って何なのかなって。効果2倍ですよ。はい、ということで、クライスがどうですか。ということで、ここまでとしたいと思います。次回もおそらく、あ、そうだ、まだオファーできるんだ。女子選手に限ります。女子選手は今ということで、あと4週ですね。次回も、練習試合を行っていきたいと思います。では、まあ、今1月の4週なのでご覧の通りですね。 N2 はですね、1週早く始まるみたいです。 N2 が一番ローテ厳しいですからね。それから5月の3週まではもうぶっ続けってことで、忙しい日々が始まる前にもまだやっていきたいと思いますので、ぜひ次回以降もお付き合いください。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。今まで遊んだカルチョビッターの記録プレイリストに載せております。こちらも説明欄からURL ご覧いただけます。ぜひご覧ください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。